www.videonews.com。 こんにちは。はい、こんにちは。今日は11月の18日金曜日ですね。これ53回、丸劇の、N コメです。それで今回はですね、まあ、一つは例によってまた原子力委員会が毎週のように開かれていて、ちょっとそれをしっかり見て楽しむというのがですね、一つのルーティンになっているので、それは、2番目の項目としてやりたいと思いますが、まず一つ目でですね、ちょっと今週やっぱ重要な判決が、いくつか裁判の判決がいくつかあったのではないかということで、ちょっとこれをしっかりウォッチしておく必要があるのではないかなと。特にその一つ目 のイレッサーのですね、高裁判断というのはちょっとかなり重要な判断になりかねない、誰がいつ役外になってもおかしくないことを考えると、まさに誰にでも降りかかってくる可能性のある判断をですね、非常に問題のある判断を、高裁が下したというふうに、見えるので、ちょっとそれを宮台さんと、検証したいんですが、私たちが求めている医療の安全と本当に信用して安心してできる全ての医療ということに対して、この判決を見る限りでは到底患者さんたちは安心して受けられるようなものではないと、添付文書においてもあまりにも危険であるという思いがいたしますので、これをはっきりとやはり上告によって争い、そして勝ち取らなければと思って上告という形を取らせていただきました。東京高等裁判所の判断は、薬事法上承認前に集積された副作用報告症例に関して医薬品との因果関係が否定できないものを副作用と扱い、これに基づき添付文書による警告等を行うことが求められているにもかかわらず、各副作用症例について因果関係があるといえる状態に至らなければ安全対策を取る義務が発生しないというに等しいものです。過去の多くの薬害事件は、企業と国が予防原則に基づいて安全対策を取ることの必要性を示しており、薬事法や添付文書の記載要領もこのような考え方に立って改定されてきました。東京高等裁判所はこの到達点を根底から否定するものであり、高等裁判所の判断は否定するものであり、本判決を前提とすればおよそ薬害を防止することなどできません。ことのあらましとしては、11月の15日に、肺がん治療薬イレッサの副作用で死亡した、として、患者3人の、遺族が、輸入元だった輸入販売元のアストラゼネカと国を、に対して賠償を求めた訴訟で、高裁判決が降りたと。でその高裁判決は、これ実は宮崎さん、去年の1月に大阪地裁と東京地裁が和解案を提示した時に、僕らこの番組実は扱ったんですよね。うん、で実はその和解案をまあ拒否したっていうところで、扱って、でその後ですね、3月の23日に実は判決が出てました、地裁で。ただこれ今年の3月23日で、震災直後で、もう震災のことに取りかかりきりで、この判決っていうのはおそらく多くの方が覚えてもないんじゃないかと思いますし、我々も実はその時扱ってません、これを。でその、一審ではですね、国とアストラゼネカ社の責任を一部認めて1760万円の支払いを命じた、この3人に対して、3人の遺族に対してですね、1760万円の支払いを命じるという判決を、出していました。しかしながら、今回の、高裁判決はですね、これもまた非常にスピード審理だったっていうことも一つの特徴なんですが、完全に逆転、逆転で国とアストラゼネカ社には責任がないという、判断を下したと。でちょっと覚えてるかどうか分かりませんが、覚えてるか、どうか分かりませんが、その1月にこの番組で扱った時にですね、このイレッサの、その薬のですね、パッケージにそのついていた、この注意書きというものをですね、お見せしましたよね。で、実はこれその最初の、一番最初の初版の添付文書というのがのコピーがここにあるんですが、これで見るとですね、1ページ目、1ページ目で実は何もその、肺がんの、肺炎の危険性があるということは書かれてなくて、2ページ目の全部で5ページある、4ページあるんですが、その2ページ目のですね、ちょっと読みますね。その重大な副作用というものが4つ書かれているんです、この2ページ目にね。で4つの中の4番目、つまり1番目が、下痢が起きますとかね、
それから中毒性皮膚炎の皮膚の壊死が起きますとか肝機能障害が起きますというのが 1,2,3 と書いてあって4番目として間質性肺炎が現れることがあるというのが書いてあっただけだと。つまりこの、まあ、この大きなこの説明書きの中の2ページ目の、副作用の記載が4つあるうち中の4番目に小さく書かれていただけだったということで、まあ、これは、これでは十分にその注意をですね、喚起したことにはならないということでこの、初版については責任があったと。それからですねその後に国側の、まあ、このイレサについて緊急安全性情報っていうのを出した時にこの添付文書っていうのがまあ改変されていて、同じく2ページ目ではあるんですがこの重大な副作用というところにトップ項目として、まあ急性肺障害間質性肺炎しかも、まあ太文字ボルドで太文字でアンダーラインが引かれていてしかも胸部 X 線検査等を行うなどの観察を行うっていうふうに具体的にどういうふうに対応しなさいっていうことも書かれるように書かれるに至ったものについては責任はないと。だからその初版の部分で明らかにこの、まあ、肺炎のリスクというものが小さくしか書かれていなかったので、うん、まあ、医師はそれをそのリスクを十分に考えずに投与した結果、まあ、その肺炎になって亡くなったと間質性肺炎になって亡くなったということで認めてたんだけど高裁判決がですね、基本的には、まあそれを一切まあ、認めないと、いう判断です。で結局は高裁の判決ではですね、まずこの説明がどんなに小さくても、うん、専門医であればこの肺炎の可能性っていうのは認識できたはずであるということ、それから、2番目はですね国内の治験で死亡例が、なかったし海外の死亡例もまだ因果関係が、あるとは言えなかったという理由で、まあ、そのこの初版の文書つまり小さく出てた方の文書でも合理性を欠くとまでは言えないので、まあ、アストラゼネカもそれから国も、賠償責任はないということで遺族側の主張を全面的に退けたと、うん、このね、うん、今2つおっしゃったけど、うん、この範囲でもね予防原則の観点から言えばおかしいんですよ、うん、専門医であればね間質性肺炎による死亡の可能性を認識できたと判決は言うけれど、うん、実際には認識できていない専門医がたくさんいたから間質性肺炎で死んだんですよね、うんうん、専門医であれば認識できたはずだ、うんうん、いやそれはわかるけど、うん、そういうふうに思ってくださっても結構だけど実際には専門医でも認識できない事例が存在すればそのことに対処するのは当たり前ですよね。現実を反映してないわけですよね、今の2番目が分かりやすいんだけど国内の治験で死亡例はなく、まあ、治験というのはその事前のですね、はい、実験みたいなものですよね、うん、海外の死亡例も因果関係があるとまでは言えない、うん、これが判決理由の2番目なんですね、うんうん、この因果関係があるとまでは言えないからいいですか、要するに説明書に危険を書く、うん、それほど強調する必要はなかったって言ってるんですね。そうですね。でもね予防原則の観点から言えば因果性を証明できなくても、うん、因果性の疑いがある段階で十分であると、うん、つまり簡単には因果性の疑いがあるのに薬事行政上ですねきっちりこれを、その疑いに対処する措置を取っていない場合にはね、うん、損害賠償の対象になるべきだっていうのが予防原則の発想なんです簡単に言えばね、うん、だから、うん、まあ要するにその予防原則というものが、うん、この その薬害に関しても日本はその予防原則は適用しないんだという意思を表明しちゃったということになるわけですね。その判決はね、つまり、まあ、予防原則ってことだから黒じゃなく黒ってことが分かってなくて証明されてなくても、うん、グレーでも黒と同じような、まあ黒と同じようなとまで言わないけど、うん、グレーでも一定の対応をする責任があるというのが予防原則ですよね、うん、だけどこれは、まあ、たかがグレーだったから、うん、この程度で許してあげようということになっているという意味で、うん、本来、まあ、薬事法上のこれまでの薬害事件の教訓からその作られてきた予防原則がこの判決によって覆っちゃったと。そうなんです。ということは疑いではなくて本当にこれはもう、そう考える合理的な証明がされてない限りは医薬品メーカーや国はそれをしなくてもいいというふうに言っちゃったってことになるわけね、うん、そうすると、うん、まあ、だからね、なんか面白いね、薬事行政の指針っていう部分とね、うん、それに対して損害賠償を請求できるかっていうその民事損害賠償法の問題と分けちゃってるんですよね、うん、で薬事行政上は
因果関係を否定することができないぐらいの程度、つまり因果関係があるとまでは言えないけど、因果関係を否定することができないということをもって薬事行政の指針とするべきだと。しかしそれは損害賠償の指針ではないって言ってるんですよね。薬事行政のつまり行政官がその違いが開きがあると。でそんなバカなね解釈があるのかと思って行政します。つまりじゃあ薬事法上は問題があったけども損害賠償責任はないというふうに裁判所が言っちゃった。言ってます。はい。うん、すごいね。ちょっとでもそれは逆に言うとどう法律で解釈するんですか。だってある法律で問題があったのに損害賠償責任がないっていうことになると損害賠償は何によって決まるのかっていう問題になりません。だから、まあ、一応判決文だと民事損害賠償法の中には、上記のような判断基準、すなわち因果関係を否定することができないか否かを判断基準とせよというような、そういう内容は存在しないと言ってるんですね。つまり因果関係がはっきりしている場合についてだけ損害賠償を請求できる、これが民事損害賠償法の趣旨であると断言しておりますね。これは、こういうことなんですか。今回薬事法の違反で訴えているんであれば黒だったけれども、民事で損害賠償請求をしたから、まあ、その今の裁判所の解釈でいけばじゃあまあだから白だっていう話に、ね、例えばほら PL 法ってあるじゃないですか、で PL 法っていうのは製造物責任法に基づいて訴えた場合は、当然、まあ、これ製造物責任の典型、PL 法ってのは典型的なその予防原則 ですから、まあ、グレーでも拒否責任はその訴えた側ではなくて、ね、にはないじゃないですか。そうすると PL 法では、まあ、PL 法イコール損害賠償にそのまま責任法っていうことなので、いけるから損害賠償出るけど、薬事法の場合は薬事法で違反してもすなわちそれは損害賠償責任にはならないっていうことを言ったっていうこと。いやでもこれを見るとね、民事損害賠償法の中には製造物責任法においても不法法においても因果関係について上記のような判断基準、つまりこれは予防原則に基づく判断基準は存在しないと言い切ってるんですよ。随分広くいろんなものを解釈しちゃったんですね。だから PL 法にくっついたって何でだって、あれは要するに行政上の指針だけれども損害賠償するために必要な因果関係の証明、これを免除するものではないと。つまり損害賠償においては、損害賠償においては訴えた側は証明しなきゃいけないと言ってるんですよ。じゃあでもこれおかしいよね。じゃあ製造物責任法で黒であっても損害賠償はない可能性もあるってことを言ってるってこと。今回は薬事法と損害賠償法で片っぽが黒かもしれなかったけど、でも、ね、おかしいよ。あのね、もともと予防原則の意味は今神保さん拒否責任っていう言葉でおっしゃったようにね、あの弱者である国民、つまり原告側が拒否するってのは極めて困難で、でそれをね、あのその証明できるまでそのじゃ原告側に頑張れって言ってると、実はいざ証明できた時には被害が膨大に広がってる可能性があるので、簡単に言えばその統治上ガバナンス上の配慮から、あの弱者である原告側がですね、十分な証明をしきらなくても疑いがあるなというふうに被告側がもう認識できた段階で措置を取らなかった場合には責任があるってことでしょ、で責任があれば損害賠償するのは当たり前じゃないですか、なんでそこで損害賠償法民事損害賠償法をその薬事法とかね製造物責任法から切り離すんですか。僕意味がわからない。ちょっとこれ薬事法だけの問題にとどまらない可能性があるんでしょうとね、一応あの、我々の番組にも出ていただいたことがある、あの鈴木俊弘弁護士、薬害対策弁護士連絡会のですね、代表ですね、鈴木さんはあの今回の、まあ、判決についてですね、我が国におけるこれまでの、薬害事件の教訓であり医薬品安全対策の大原則である予防原則を根底から否定する判断ですというふうに、まあ、言っていると。で、まあ、その薬害弁護団もですね、こういう言い方をしてます。因果関係がある可能性ないし疑いがある副作用に対してこそ従前な安全対策が求められている。でもそしたらね、この判決文の言葉言いますよ、薬事行政に生かしていくための行政上の運用指針に過ぎないんだって。その予防原則は薬事行政の運用上の指針に過ぎず、官僚がじゃあそれを運用する上で参考にしなさいって言って、法律が命令してるんじゃなくて運用上の指針だということですね。
うん、という解釈がこうされ出されたということですね。ただまあこれは当然上告をされるので、最高裁がこれを最終的にどう判断するかということだけど、もしこれがあの上告が棄却されたりすればこれが判例になるということですね、うん、だから疑いではもうあの、予防原則は適用されないと、行政はそれを参考にしなさいとしか言ってないということですよね。だからちょっととんでもない判決が出ちゃったんだなということをですね、改めて思いますね。はい、これは3番裁判所の劣化としか言いようがないですね、僕に言わせると。これはなんでそんな判決になるんだろうと思いましたけどもね。でも予防原則という概念は分かってないんじゃないですかね。だから繰り返すと非常にね、その、うん、あの間質性肺炎の、うん、そのリスクの表記っていうのは非常に小さかった、その最初の段階でね、うん、でだからそれで、医者がそれほどそれが重大なリスクと思わなかった。でいや当然医者であれば分かったはずだと、専門医では分かったはずだって言ってるけど、でも分かんなかった、皆さん投与したわけですよね。だから分かってないということが明らかで、じゃあ、うん、要するに医者が全員無能だったって言ってるってことですかね。そうですよ、これはね、まあ、医者を認可してるのも国ですけどね、こうなるとね、国家試験でね。だけど医者が無能だったらばね、医者の無能さも前提にした上で予防原則適用しなきゃダメなんですよ、うん、と思いますけどもね。でもとにかく、まあ、医者のせいにしてるっていうことでね、ちょっとここは裁判所が一体どういうそのマインドセットでこのような判断をしたかっていうのがちょっと伺い知れませんし、残念ながら最高裁は記者会見やってですね、我々がですね長官って言ってですね質問できるような、そうですね、この判決を書いた裁判判事の名前は書いてませんか、これ。あ、これだこれだ、園隆裁判長、うん、皆さん名前を覚えましょう。園隆裁判長、遊園地の園という字におっぽの尾という字ですね、園隆裁判長、うん、裁判長が東京高等裁判所第10民事部でこのような判決を言い渡したということですね。ただまあとにかくもうこれ高裁の手を離れましたから、うん、最終的には最高裁、の判断になりますが、これ嬉しさのね、この原告の方々にももちろん非常に気の毒な判決ですけど、うん、その影響の及ぶ範囲が嬉しさにとどまらない、うん、あらゆる薬害あるいは薬害にとどまらない可能性があるという意味でね、うん、だってこれピール法でもそれが出てきちゃう可能性あるでしょ、今日の判決が。ピール法も基本的には行政上の運用指針、ピール法が現あの運用指針って言ったら今までのあれ何だったんでしょうね、 PL を制定するためにずっとその、うん、やってきた積み重ねは。だから予防原則っていうのの意味が分かってないんじゃないかな。予防原則っていうのは司法におけるですね責任の帰属を決める時の基本的には重要な要件ですよ、うん、まあ、原則行政上の指針ってことで言えば、それは昔から予防原則はその意味で言えば行政上の配慮として一応参照されることが時々あった、その程度のことですよね。まあ、とにかくはっきりしているのは、うん、因果関係を否定することはできない、あるいは疑いがあるではダメで、ダメです、因果関係があるというふうに言えるようになってなきゃダメだから、まあ、本当に立証しなさいということです、うん、損害賠償を欲しいんだったら立証しなさいと、うん、因果関係があったと明確に立証しなさいと書いた、うんうん、で因果関係があったって言ったら、これが要するにこの字がちっちゃかったから皆さんお医者さんが投与したんだっていうことを立証しなさいと、字、うん、というかこの、ね、副作用の表記がちっちゃかったからあげたんだと立証しなさい、立証されるまでの間は行政は単なる運用指針として予防原則を適用すればいいだけであって、例えば予防原則を、ね、例えば証明しきらないうち予防原則を適用しなかったとしても、つまり運用上それを参照しなかったとしても、はい、要するに被害者が原告として行政の責任を問えないと言ってるんです。そんなバカな判決、はい、ありえますか。僕意味が分かんない、これそもそも日本語として意味通らないよ、それ。でしかもそれは生物、製造物責任法においても不法行為法においてもですから、不法行為があろうが製造物責任があろうが、それを立証したいだけでは民事損害賠償には直結しないと。そう、ね、皆さんね、やっぱり裁判僕傍聴してほしいわ。裁判官ってね、判事ってどの程度のもんだかよく分かるんでね、本当に。あとはマスメディアの報道をですねこの今の内容がどういうふうな文脈で報道されてるかをやっぱよく見ていただきたいですね、うん、なんか一見もっともらしいような多分記事になってますから、うん、
まあ、じゃあちょっとこれは一旦ご報告しておきます、そういうような、ちょっととんでも判決があった、ように思いますということですね。それからもう一点ですね、ちょっとこれはあの判決としてどれくらい重要かは微妙なんですが、あの今週これ16日翌日ですね、これはね最高裁の大法廷なんですが、裁判員裁判の、合憲性というものが争われた裁判というのがありまして、これ裁判自体はもともとフィリピン国籍の女性が覚醒剤を持ち込んだことで起訴された、されて、まあ、一審で懲役9年というのをあの判決を受けてるんですが、それが二審もそれを支持して、で弁護団が、そもそも裁判員裁判が、まあ、違反していると、裁判員裁判が、この憲法80条の、下級裁判所の裁判官を内閣で任命するなどに違反するとして、このまあこの一審二審の判決自体が、無効であるということで破棄を求めた裁判というのがあったと、まあ、要するに覚醒剤の、で有罪になった人が裁判員裁判自体が無効だって言って訴え出たことが最高裁で、大法廷で、まあ、議論されたということですね。で一応あの、まあ、これを退けられたのですが、この申し立ては理由としては、まず違憲の最大の根拠、あの被告側が違憲の最大の根拠とした最高裁が指名した者の名簿から内閣が任命、裁判官は最高裁が指名した者の名簿から内閣が任命すると定めて、あるが、今回はくじ引きで選挙人名簿から裁判員を選んでいるから、この規定に反するというのは、最高裁は、地裁の裁判は裁判官だけで実施しなければならないという憲法の規定は存在しないという理由で、まず1番目退けました。2番目は、ごめんなさい、2番目は裁判員制度が裁判官の独立を侵害するという主張が2番目だったんだけども、これに対しても裁判官を裁判の基本的な担い手として公正中立な裁判の実現が図られていると、つまり裁判員がいても裁判官の、まあ、基本的な公正中立な立場というのは、変わっていないということで、この独立は守られているという判断が変わったと。3つ目がですね、これ面白いんですが、裁判員を務めることが憲法が禁じた苦役に当たるか、苦しい役ですね、苦役に当たるという主張が3番目にあったんだけども、これについても、まあ、辞退したければ辞退できると、辞退に関する柔軟な制度が設けられているという理由で、まあ、いずれも、合憲であるということなんで、まあ、あの裁判員制度はこれをもってして合憲ということになりましたという、まあ、判決があったということです。まあ、3番目は、ね、付け足しなので重要ではないですね、うん、あの問題は1番目と2番目で、うん、あの1番目のつまり1番目と2番目はあの簡単に言えば普通はこういう判決を書くしかないという判決です。簡単に言うと裁判官は内閣で任命せよっていう憲法80条があると、うん、でそれに対して、最高裁は確かにその通り、しかし裁判は裁判官だけで判決を出せというふうな規定はないと。これは宮崎さん何なの、ヘリクスなの、何なの。いやヘリクスじゃなくて一応説明があってね、うん、憲法制定当時、うん、政府内では陪審制や参審制を採用することも可能だと返されていたと。じゃあ裁判官は確かにおっしゃる通りだけど、別に別の人が裁判やってもいいことになって、うん、裁判官だけじゃなくて別の人が判決の言い渡しというか言い渡される判決の内容に関わってもいいということですよね、うん、裁判官以外の人が裁判官役をやってもいいってことね、裁判官と一緒に相談するってことですよね、うん、もちろん一緒じゃなきゃダメなの、うん、そうです。それはなぜかというと、その2番目と関わるんだけれども、うん、裁判官の独立を侵害するというわけではなくて、裁判官があくまで中核的な担い手になって公正中立な裁判の実現が図られていると、こう言ってるんですよね。だから裁判官が公正中立を旨として合議並びにですね結論を出すっていうプロセスを営んでいる限りは、その裁判官同士の合議に裁判官でない人が、つまり裁判員が加わってても憲法上問題ないはずでしょって、こういう理屈ですよね。この理屈は宮台さん的には何点？あのね、これあの西野さんという方がね、うん、ここにも来ていただいたことがある、うん、西野さんがね反論されてるんだけど、うん、裁判員3人でしょ、うん、それで裁判員が6人でしょ、うん、そうすると裁判員3人が例えば裁判官が3人でもね、その残りの6人のうちの、うん、
5人がね裁判官と反対側の意見、つまり裁判官が無罪って言っても、うん、その5人が5人の裁判員が有罪って言えば、裁判官は、うん、全員が無罪って思ってても有罪の判決を書かなきゃいけない、うん、これはおかしいんじゃないかと言ってますが、うん、確かにそれおかしいですよね、うん、つまり裁判官は裁判官3人が無罪と思っていても裁判員の6人中5人が有罪といえば、うん、有罪の判決を書く、これは微妙ですよね。裁判官が公正中立を旨とした、運用をですね、この合議の中心基礎的な担い手となって展開したことになっている、うん、全く逆の判決が出ちゃえばね、ねえ、うん、裁判官を補佐するなら分かるんだけど、うん、全く逆でいるわけです、その場合は。そうなんですよ。だからそういう意味で言うと、うん、ちょっと疑念がありますよね。確かに説明がつかないですね。そういう問題をどう考えたらいいのかよくわからないですね。ただまあ、うん、この裁判員制度が最高裁主導でこう進められたっていうような情報もあるわけですから、ね、最高裁としては何とかしてこれはね切り抜けなきゃいけないと、うん、でその切り抜けの論理として採点するとしたらどうですか、この一番は。僕は90点。なぜかというと、うんうん、僕が判事でも同じ文章書きます、うん、間違いなく、うんうん、それらの書きようがないですもん、うん、これは、まあ、はい、要するに裁判官は内閣が任命しなきゃいけない、しかしながら裁判は裁判官以外の人がやってもいいという論理や、ね、やっちゃいけないと書いてないだろ、やっちゃいけないと書いてないと、うん、でやっちゃいけないと書いてないんだから別にやったっていいっていう法律はいいんですね、うんうん、本当でまあ最高裁がおっしゃってるんだからね、まあそうか、うん、でも法律に書いてないことで実はやっちゃいけないことって本当にないでしょう、多分あると思うんだけどな、うんうん、まあいいでしょう、まあ、どれがこういう判決が出たので、まあ覚えておいてください、一応その違憲ではないと、まあ、そのこのフィリピンの女性もね覚醒剤裁判で最高裁の大法廷まで招集してですね、うん、最高裁がいろいろ頭をひねってですね、筆なめなめ頭をひねって考えなきゃいけなかったっていうだけであっぱれですけどもね、まあ、僕的にはですね、ただいずれにしても裁判員裁判は、そういう理由で、合憲と判断されましたと、いうことなので、これは最高裁ですから、うん、まあ確定で、同時に確定したことはフィリピン女性の覚醒剤に2キロ持ち込んだことに対する判決も確定しましたと、うん、何でしたっけ、懲役9年罰金400万円が確定しましたと、同時に裁判員制度の合憲もとりあえずこの3つの論点においては確定しました。だから何か違憲だっていうならまた別の理屈を持ってこないとダメですよということになったということですね。ちょっとまあこれは若干付録的でしたけど、イレッサをぜひやりたかったのでね、判決をちょっとやっぱ定期的に見ていきたいと、思いますので、これをお伝えしておきますと。